はい、こんにちは、西尾でございます。今日は結構ローカルなとこ来ております。川向こうですね。川渡りました。チャオプラヤ川の近くなんですけども、僕も来たことないような超ローカルな場所です。ここまで来たことあるっていう日本人の方はかなり少ないんじゃないでしょうか。私が今日ここまでやってきたのは激安ガパオライスを求めてやってきました。まあ以前15バーツのガパオライスっていうのを紹介したことあります。15バーツだからだいたい50円ぐらいですかぐらいのガパオライスっていうのを紹介したことあるんですけど、まあそこでも結構タイ最安値じゃないかなと思ってたんですけども、まだ上がありました。なんと今日行くところのガパオライスは10バーツです。35円、信じがたい値段です。ガパオライス以外にもメニューがあって、それも10バーツだという、今のこう物価が上がり続けているバンコクでは考えられない値段で提供していると聞きつけてですね、私ここまではるばるやってまいりました。今日はだそれちょっとですね、腹いっぱい食おうかなと思います。はい、来ましたね。ここの店ですね、ルントゥアハンタムサンセッパーズという、お店です。ルントゥというのはトゥーおじさんで、アハンタムサンは注文食堂、セッパー10バーツです。つまり10バーツの注文食堂という意味ですね。で、ガパを頼んでみました。ちょっとね、まあこれ目玉焼き乗せたんで10バーツじゃないんですけど、目玉焼きがなかったらこれ10バーツです。目玉焼き乗せで20バーツ安い。まあさすがにちょっとね、サイズはちっちゃいですけども、それでもちゃんとねガパも入ってるし。いただきます。うん、うまい。うん、ガパもしっかり香ってるし、豚ミンチも全然硬くない。うん、このご飯のパラパラ感いいっすね、タイっぽい。目玉焼きもいただきます。一緒にね。いいね。はい、あっという間にですね完食しました。前紹介した15バーツのガパオライスの店はあれ2品しかなかったのかな。ここはね他にもメニューあります。パシーユとかラナーとかカオラムーガティアンカオラムーパプリックとかですね、ございますので、他にもですねちょっと食べてみたいと思います。あ、ラナーみたいなお気が。はい、10バーツのラトナーでございます。小ぶりで可愛いな、ワンコそばみたいなねラートナーです。中入ってるのはこれ豚肉ですね。じゃあラートナーいただきます。あ、スープはねちょっと薄めです。あ、いいね。うん、豚肉も柔らかい、うん、ちょっとねこの調味料をね入れてみましょうか。プリッポンとかね、ね、で酢もねちょっと入れてみましょう。味変ですよ。ちょっと量が少ないから早めに味変しないとなくなっちゃう。味変ラートナーです。たった10バーツで2つの味わいが味わえる。いい。はい、ラートナーも美味しくいただきました。まだ食べます。バッシーユいただきます。はい、もうお客さん増えてきた。で最後にですね、私注文したバッシーユだけは30バーツです。なんか10バーツのもんばっか食べてると30バーツ高って思いますけど、それでも30バーツですからね、安いっすよ。ということでこれね、やっぱりちょっと30バーツだけあって肉もいっぱい入ってますね。卵も入ってます。麺もちょっと多めに入ってます。さあ3品目パッシーユいただきます。
あのパスユは炒めたばっかのが食べれるんで、やっぱり飲むうまいですね。肉もしっかり入ってて、卵入って30バーツ、安いっすよこれ。繊維合いのもちもち感すげえな。味付けはね、そこまで濃くないです。なんか一瞬ちょっとね、味濃そうな色合いですけど、でもね、やっぱ強火で炒めてるからうめえな。なかなか家でやるとね、こういうのがうまくできないですよね。あれこれ弱いから。バッカナーもシャキシャキしてる。ランプギピーなか すっかりですね、食べ終わったら暗くなりました。いやー、さっきあのおっちゃんに聞いた、74歳、現役で船で振ってる、すげえ。それも休みなし、まあ用事があれば休むけど、まあ基本的になしって言ってました。あの人だから、あの見ました、あの麺炒めてるところ、あの炒め方できるからもちもちしてるんでしょうね。いやー、うまかった。僕ちょっと他のお客さん見てたら、結構ねパスユー食べてるお客さん多かったんですよね。メニューに僕見たらなかったんで、パスユーあるんだと思ってね、ちょっと注文しました。で他のお客さんもそうなんですけど、やっぱりこう10バーツの品を2つ3つ食べてパスユー食べるというようなパターンでした。だから僕と同じような食べ方しましたね。あのガパオとかラーナもあれで10バーツ出してるっていうのもすごいですけど、本当お見それいたしました。このチャンネルではですね、これからもこういったタイのローカルの魅力などをどんどん伝えていこうと思ってます。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram 等の SNS やってます。で最近あの Facebook 始めました。そちらもですね、概要欄載せてますので、ぜひフォローしてください。ではでは、また次回お会いしましょう。さよなら。